こんにちは、サイエントークのレンとエマです。サイエントークは研究系男子のレンと国際系女子のエマが科学や英語、国際系のトピックを語るラジオ番組です。今回は私エマが喋る回で英語レッスンの紹介と感想レビューを行いたいと思います。第1回目に今英語レッスンを受けてる途中っていう風に言ったと思うんだけど、それが3週間のコースなんだけど、ちょうど終わったので記憶の新しいうちに紹介しようかなって思って今回このトピックを選びました。なるほど。はい。で、その英語レッスンはリンガートリップっていう会社、割と新しい会社で2015年に建てられた、新しい、コースなんだけど、それの Speak Like a Pro っていう講座を受けてきました。で、内容としては、オンラインの英会話で、中級者以上向け、なんか中級者層の人たちが上級者層に行くためのスピーキングに特化したレッスンでした。で、最大の特徴は、ペアがいるっていうことで、先生一人に対して生徒が40人ぐらいいるんだけど、それぞれがペアになって、二人一組のペアになって、で、一緒に毎日宿題やるみたいな感じの講座でした。ああ、じゃあ本当に学校で隣の席と、なんかペアを組んで喋る練習するみたいな。まあそうだ、ね、そういう感じってことね。そう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 。で、それで、評価される時も自分だけが頑張ってもよくなくって、そのペアでグループとして見られるから、連帯責任みたいななって、そうそうそう。宿題とかを提出するときもあるんだけど、レコーディングして。はいはい。で、私だけが、良くてもいけないし、彼女だけが良くても、ペアとしては点数は上がらないから、結構、そうだね、連帯責任と、モチベーションが上がるっていう。難しそうだな。で、私が、この講義を受けようと思った理由なんだけど、そもそも私、中級者層だから、中級者層から脱出したいなって思ってて、今までいろいろ英会話の勉強をしてきたんだけど、オンライン英会話、DMM 英会話とかリアジブとかもしてきたし、留学もしてきたし、Netflix 見たりとかそういうのもしてきたんだけど、リスニング力とかスピーキング力も割とついて会話はできるんだけど、分かってはもらえるんだけど、この言い方で本当に正しいのだろうかって思う時が結構あって、普通に喋ってても、友達とか正してくれるわけじゃないじゃん、毎回。確かに。正しにくいよね、友達からしても。いちいち喋って会話の内容に集中したいのにさ、今ここ違うよみたいな。そう。結構大変だよね。それに、常に表現が、同じような表現になっちゃって、稚拙だなって思って、もっとバリエーション増やしたいなって思って、で、考えてみたら、オンライン英会話とか、友達と喋ったりとか、Netflix 見たりとかって、ただの練習で、勉強はしてないんだよね。で、座っての勉強も、やっぱり必要じゃん。だから練習、実践的な練習と勉強両方とも、英語で必要っていうふうに言われてるんだけど、でも、私は結構練習ばっかりしてきて、勉強はしてきてなかったなっていうふうに思って、勉強しなきゃいけないってことは分かってたんだけど、なかなか結構続かなくって、誰かにやっぱ強制させられて、授業みたいな感じでやった方がちゃんと勉強するなっていうふうに思ったので、今回受けたっていう感じになります。なんか普通結構逆なような気がするけどね、日本人。結構さ、テストのための、例えば TOEIC とか、英語とか、TOEFL とかもそうだけど、のための勉強はするけど、実際に喋る練習をあんましてないっていう人の方が多いんじゃないかな。それとは結構逆、っていうかでも勉強もしてるよね。なんて言うんだろう。会話のための勉強が必要ってことか。会話のための勉強。ボキャブラリーとかね。うん、とか、なんか、リディオムとかでも、
これ with を使うのが正しいのか in を使うのが正しいのかとかって、うん、もうなんか普通にパパパって喋ってると、うん、こうちょっと間違っちゃったりしてても普通に通じるからさ、うん、そういうのってやっぱりちゃんと改めて座って勉強してノート取ったりとかした方が頭に入るんだろうなっていう。確かにね、まあ、そこまで結構突き詰めて勉強してる人も珍しいというか、うん、そんなにいないんじゃない。結構苦痛だからね、なんか普通に喋ってるだけだったら楽しいからいいけど、ね、うん、でまあ、結構避けてきた部分があったから、まあ、今回やってみようって思いました。なるほど。何で知ったの？これはなんか YouTube で、私がよく聞いてる YouTuber の人がいるんだけど、うん、その人がまあそもそも始めた会社なのね、リンガートリップって。でその、その人がそこで紹介してて、はいはい、前からちょっと入ってみたいなって思ってたんだけど、今回初めてやったっていう感じ。はあ、すごいね、YouTuber。そう。はい。面白い。で、流れとしては、1週間7日のうち、平日5日間は、毎日、まあ、5分から10分くらいの動画で、いろんなトピックを紹介されて、例えばボキャブラリーとか、イディオムとか、仕事で使えるフレーズとか、うん、グラマーとか、まあ、そういうのを習って、で、その後、テストをオンラインで受けて、うん、15問ぐらいかな。で、その後、ペアの人と宿題をやるっていうような流れ。うんうん、で、講義で使った単語を使って、話しましょうみたいな。ああ、なるほど。そうそう。それがまあ平日で、で、土曜日はなんかライブストリームで先生と生徒で結構インタラクションできて、で、まあ顔出しして喋るのは先生だけなんだけど、まあ、生徒はチャットボックスでいろいろ質問したりとかコミュニケーション取ることができるっていう感じで、で、そのライブストリームの前日までに、こうペアの人となんかレコーディングする宿題があって、うんうん、で、それを提出するんだけど、で、ライブストリームで先生が1個とか2個とか3個とか選んで、うん、みんなで聞いて、で、あ、ここはいいとか、ここは正した方がいいとか、そういう指摘をしてもらう。そういう中で。1週間がっつり。がっつり。やるわけね。そう、だから、レッスン動画とテストを受けるのに30分、ペアの人との宿題の予習に30分、で、ペアの人といろいろ会話するのが1時間みたいな感じで、うん、1日に2時間ぐらいは取られるっていう感じ。すごい。結構本気でやろうと思わないとできないよね、なかなか。うん。まあでも、私みたいに英語伸ばしたいけど、なかなか手段がないっていう人にとっては結構、いいのかなって思って、強制的に。確かに、なんか週末にそんなライブストリーミングでやるって言われたら、ね、絶対提出しないといけないだろうし、ね。そう。なるほど。オンライン英会話、ただのオンライン英会話とか、結構自分からやんないといけないみたいなところあるもん、ね。そう。で、個人だから、まあ今日はやっぱいっかみたいなのあったりするけど、うん、まあこれはペアだから、うんうん、私今回台湾人の女の子とペアだったんだけど、うん、まあその子もいるしちゃんとやんなきゃっていう感じで、お互いこう励まし合ったりもできたから、それはすごい新鮮だし良かったなって思って。確かにね、ペアめっちゃ重要だ。そうだから良かった点としては、まあそのペアでそのモチベーションをずっと保ち続けられるっていうのがめっちゃ良かったのと、あとやっぱりその1日1時間ぐらい、3週間ずっと話してるから、うん、もうめちゃくちゃ仲良くなって、それで英語の話とか、その宿題の話だけじゃなくって、趣味の話とか、仕事の話とか、人生の話とか、いろいろして、うん、ですごい仲良くなって、まあ、今はコロナだから、こう、実際に会ったりとかできないけど、コロナ終わったら、本当に会いに行ったりしたいなっていうレベルで仲良くなれたから、すごい良かった。すごいな、うん。もう、ほぼ実践だもんね、それ。ちょっと一緒に宿題やるときに相談するのも全部英語なわけだし。そうだね。うんうんうん。それも結構、レッスン以外でもう練習になってるんじゃん。そうだね。うんうんうん。もう、英語になれるっていう意味でもいいと思う。うん。
日本語で、あ、ここ何でしたっけみたいな言うこともできないからね。あ日本人そんないない？日本人私だけだったね。そこも結構いいポイントで、そもそもアジア人がほとんどいなくて、その台湾人の女の子と私だけで、その他は結構ロシア人とか、はいはい、なんかメキシコ人とかウクライナとか、まあ、結構いろんなね国の人がいて、アジア人少なくて、それもねなんかワクワクした。いやすごいね、それだってアジア代表みたいなことでしょ。う、うんうんうん、すげえな。あとはその毎回ペアの人との宿題の内容が結構その動画を見て、でその動画に対する感想を話しましょうみたいなことも結構 うん、あったんだけど、まあ、その動画が結構いろんな動画があって、 YouTube とか TED とか。ああ TED ね。うん、で知らなかった YouTuber の動画とかも見れて、まあ、なんかいろいろ情報もの幅も広がったなっていう感じ。うん、例えば、うん、部屋をきれいにデコレーションするあのYouTuber の、あ全然違うジャンルの人なんだ。そう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 、英語学習とかじゃない。そうそうそう、とかなんかCEO チャレンジについて語る YouTuber とか。あー CEO チャレンジ、うん、他になんだっけな、なんか、まあ、いろいろ仕事関係のそのモチベーションについて語る YouTuber とか、まあ、その日によって宿題違うから、まあ、いろんな動画があったんだけど、自分が今まで見たことないようなジャンルっていうか、英語であんまりこれ聞いたことないような動画がいっぱい紹介されてて、それを知れたのも結構良かった。すごいな。今後もしかしたらさ、もうちょっと、そのレッスンのやつもさ、人増えたりもするかもしれないってことでしょ。始まったばっかりだったら。そうだね。うんうん。まあ、そういうなんか上級者に行きたい日本人とかも、まあ、いるはいるだろうから。いや、いっぱいいると思う。うん。で、でもやり方わからんみたいな人って結構いっぱいいるんじゃない？そういう人がね、でもこれなかなかこれの存在に気づくの難しいんじゃない？そう。だから。YouTube 経由っていうのはなかなかね。もしかしたらこれ経由でさ、ああ、そうそう。受けてみようって思う人もいるかもしれないしね。リンクは貼っとくんで。うん、リンク貼っとこう。チェックを。宣伝。うん。全然あれじゃないけどね、あの、宣伝してくださいって言われたわけじゃなくて。そうだよね、うん。俺やってないしな。いや、なんか、確かに YouTuber で、日本人でも、なんかそういう、英語系みたいな人たち結構いるよね。ポッドキャストもいっぱいいるだろう、いるけど。なんだっけ、YouTuber、有名な人。熱英語とかね。ああ、そうだ、熱英語とか、バイリンガールの、なんだっけ、チカさんだっけ。チカさんね。それぐらいかな。うん。いや、もっと。は有名だよね。うん。いや、いっぱいいるよね。私結構なんかでも、英語で英語のことを喋ってる YouTuber の人よく聞くかな。ああ、英語で英語のこと。まあ、そういう、今さ、全然言ってくれたようなのって、うん、あれだ、なんか日本語で解説するみたいな感じだけど、ああ、そうだね。そうそう、英語で英語のこと話してる YouTuber の人だったら、割と登録者数とかもめっちゃ多いかったりとか、まあ、その世界レベルで人気になってる人たちだから、クオリティも高いし、まあ確かに中級以上だったら絶対その時間あたりに聞く英語の数増えた方が絶対に密度が高くなるというか、なんか日本語聞いてる時間はやっぱ若干無駄感あるよね、英語英語系の。まあそれもそれで、うん、いや初心者の人とか、そうめっちゃ細かいニュアンスとかを知るためには日本語で聞いた方がいい部分もあるけど、やっぱ慣れるためには英語で英語のことを聞いた方がいいっていう感じか。まあどっちがいいっていうわけではないけど、私は個人的に結構、うん、まあどっちもいいとこあるよね。うん、まあ両方聞いてるけどね、最近は結構その英語で英語のこと喋ってる YouTube よく見るかな。で、あともう一つ良かったのはクラス感が結構いいなって思って、オンラインだから、はい、結構みんなディスタンスな感じなのかなみたいな思ってたんだけど、うん、まあ、なんかその先生と生徒とかで結構コミュニケーション取れたりとか、そのペアの子とめちゃくちゃ仲良くなれたりだとか、その生徒と先生が一つのグループチャットにいるようなグループチャットで、あの情報交換とかもしたりしたから、全くその一人一人は会ったことないけど、意外とその人と人の距離は近いような感じがして、すごいなって思った。
まあペア以外の人とも結構喋るんだ。じゃあ。まあそんな喋んなかったけどね。あ、まあ。グループチャットでたまに喋るぐらい。ああ、うん、先生返してみたいな。なるほどね。で、まあ逆にちょっといまいちだったのは、多分始まったばっかりだからっていうのもあるけど、ユーザーインターフェースがたまに分かりづらい時があったりとか。ユーザーインター、あ、ズームとかじゃないんだ。あー、ズームではないね。うん。なんかウェブサイト。へぇ。あとはなんか時差があって、うん、で、ライブストリームって言ったんだけど、日本の、午前3時だったから、私は結局その、それやばいな。ライブで聞けなかったんだけどね。あー。レコーディングで。あ、そっかそっか、レコーディングで。うん。けど、そのレコーディングの中で、私が話した録音を先生が紹介して、で、それで、一個一個、ここはいいとか、この発音いいとか、この説明の仕方いいねとか言ってくれたりとか、あ、でもここはこういう言い方しないから、こういう風に言った方がいいとか、全部コメントくれて、めちゃくちゃ嬉しかったんだよね。なるほどね。人気の英語系 YouTuber の人に、直接なんか、私のスピーキングを添削してもらえたって思って、すごいなんかお注射上がって嬉しかった。それすごいね。うん。じゃあまとめなんだけど、オンライン学習ってすごいなって思って、うん。まあ今どんどん増えてきてると思うけど、量もクオリティも高くなってるのかなって思って、本当にオンラインで会ってないけど、もう対人のような感覚で身につけられるし、いいなって思った。うん。なんか英語以外にも結構そのオンラインで、なんか楽器習ったりしてる人とかもいたりするらしいし、どん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 今後なんかオンラインで広がっていくのかなって思って。で、英語ができたらさ、うん、世界でオンラインのさ、いろんな講座とかあるわけじゃん。で、英語を使って新しい技術とかも学べたりするのかなって思って、うん、まあ、どん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 、まあ確かにね、活用していきたいなっていう感じ。なんか俺もなんかそのうち喋ろっかなって思ったけど、やっぱ日本語で得られる情報の量とさ、うん、英語で得られる情報の量の差が結構えぐいじゃん。情報の量もそうだし、なんかサービスもやっぱり、そうだね、英語の方が多分進んでるっていうか、こういう新しい形態の英語レッスンって多分日本語を返したやつ多分まだないと思うし、うん、でも海外のだったら多分もっといっぱいあるし、うん、英語以外でもね、e ラーニングでもっと進んでるやついっぱいあると思うから、まあ、今後どんどん活用していきたいなっていう感じ。で、最後一個気になってる e ラーニングのプラットフォームがなんかリンゴだっていう、3ヶ月間毎日少人数でレッスンして、3ヶ月間毎日やめずにやったら全部お金返ってくるって。そんなの。そんなのあるんだよね。それでも辞める人が多いから儲かってんのか。だと思う。え、結構大変だと思うよ、3ヶ月毎日1時間って、まあ、確かに3ヶ月毎日はきついな。うん、まあでもちょっといつかできればいいなって思ってるから、すごい、それやったらまたこんな感じでレビューしてみたいな。もう本当に合宿みたいな感じ。うん、まあ日常に組み込めばいけそうな気もするけど。まあ確かにね、習慣になればね。うん、そんな感じです。これ聞いてる人で絶対同じやつ受けてる人いないだろうから、なんてやつだっけ、今受けてるやつ。ね、会社がリングアトリップで。リングアトリップ。そう。で、いろんなコースがあるんだけど、今回私が受けたのが、スピークライカプロってやつ。まあ、それもリンクを貼っておくので、ぜひチェックをお願いします。すごいね。多分日本人、まだ一人今まで受けてる人がいるかもしれない。うん、すごいね。っていうレビューでした。ありがとうございます。はい。じゃあ今回はこんなところで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。